どうも、たつみです。皆さん、こういう動画ってご存知ですかね？ Do you have any friends at all? I know a bunch of people from your dance team and they said that they just pretended to be sick so they didn't have to go to your birthday party. Didn't you audition for the musical? 子供のいじめ、目撃したらどうする？この動画ね、僕、ちょっと前ニュースでもやってたんですけども、まあ、実験動画みたいなやつなんですけども、バス停で子供がいじめられていたら大人は助けるのだろうかという内容なんです。でもうそのね、子供たちが言う内容がひどくって、あんたなんか友達なんかいんの知ってる、あんたの誕生日誰も行きたくないってみたいな、すっげえひどいことを言ってくるわけですよ。それを聞いた近くにいる大人の人たちはどんな反応を示すのだろうかっていう動画なんです。そしたらね、やっぱね、アメリカの人たちってすごくって、その子いじめるなっていう大人もいたり、クソみたいなこと言うんじゃねえとかいう若者とかいたりして、結構助けてくれるんですよ。でね、なんかおじさんとかがこっちおいでっつってハーモニカをこう弾いてあげたりとかして、うわうるってこう来ちゃうような動画なんです。で、結構すごいなと思って。で、まあ実はですね、僕も中学の時いじめられてる子を助けたことがあるんですよ、一度。これがね、中学生の時に転校生が来たんですけども、まあ、その子っていうのが、まあ、見た目がね、まあ、ほっぺたにそのニキビの跡があったりして、なんかちょっと田舎者みたいだみたいな感じで、つっても僕の中学もすごい田舎なんですよ。田舎なんですけども、なんかその男の子がちょっとヤンキーっぽい女の子たちにすっげー言われるんですよ。はい、今こっち見ろやみたいなことを言ってるわけですよ。僕もそういうのってずーっと思うタイプなんで、なんだこいつと思って、でもそういうのやめろよ。そしたらその女の子、もしかして辰巳くんそんなんで怒ってんのとか、それ本気で言ってんの、いや本気だよ、もうそういうのやめろよ、つまんねえからつって、結局その女の子はその男の子をいじめなくなったんです。なんで僕がそんなことを言ったかというと、やっぱね、普通ってやっぱいじめられてる人を助けたら自分も帰ってきていじめられるんじゃないかっていう、ターゲットが自分になるんじゃないかって思うじゃないですか。いや、これがね、僕ね、中学の時はね、割とね、クラスでね、イケてる方だったんですよ。これがね、もう今ではもう絶対見えないと思うんですけども、僕生徒会もやってましたし、僕剣道部当時キャプテンでしたし、もうほんとスポーツ特待生で、僕スカウト来るぐらいの感じだったんです。で、まあ頑張ってて、まあ、勉強もそこそこやってたんでね、だからある程度発言権があったんです。だから発言権があったから、その女の子が僕が言ってることの言うことを聞いてくれたんです。あくまでも納得は言ってないんですけど、言うことを聞いてくれたんです。そしたらね、やっぱそのいじめられてた男の子がすっごい感謝してくれて、その男の子が僕の方に一緒に遊ぼうって言ってきてくれて、で一緒に遊ぶようになって、したらもう接したらすごいね、お笑いセンスとかあったりしてて、学校生活が楽しいのはもう辰巳くんのおかげだぐらいのことを言ってくれてたんですね。で、卒業文集っていうのがあるんですけども、その卒業文集でアンケートみたいなのを書く欄があってね、例えば好きなタレント誰だとか、お兄ちゃんにするなら誰々っていう欄があって、まあ、例えばその同級生の名前書いたりとか、そういう欄があるんですよ。そしたらね、そのいじめられてた男の子が尊敬している人っていう欄があったんです。そこのね、尊敬している人っていうところの欄に大きい字でお母さんって書いてました。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。